シャープペンシルシャープペンシルの先シャープペンシルとは細い黒鉛の芯を繰り出して用いる機械式筆記具である。略称でシャープ、シャープペンとも呼ばれ、シャープペンの表記も一般に見られる。シャープペンシルの語源は1837年頃にアメリカで発売された世界最初の実用シャープペンシルの商標エヴァーシャープだと言われている。 エヴァー・シャープが販売されていたアメリカでは日本でシャープペンシルという故障が一般化する以前からエヴァー・シャープペンシルという呼び名があった。明治時代に日本にシャープペンシルが入り繰り出し鉛筆と呼ばれていたものが大正時代にエヴァー・レディ、シャープペンシルという商標の商品が発売されて以降シャープペンシルという故障が一般化していった。エバー・レディ、シャープペンシルは 電気メーカーシャープの社名の語源になっている。シャープペンシルは和製英語である。アメリカ合衆国ではメカニカルペンシル、イギリスではプロペーリングペンシルといい、またペンシルを国への芯を使う筆記具の総称とひとくくりにし、シャープペンシルをペンシルということもある。クラッチペンシルとも言う。なお、英語でシャープ、ペンシルというと尖った鉛筆の意味となる。 鉛筆とよく似た黒鉛主体の芯を用いるが、本体と芯が分離され、さらに細い芯が利用され、内部に芯の補充や備蓄が可能であり、鉛筆の代替品として広く用いられる。その構造上、シャープペンシルは単体で芯の繰り出しができ、鉛筆のように芯の先端が極端に丸く鈍ったり、鉛筆削りを使ったりする必要がない。一方で、 シンホルダーと呼ばれるものなど、鉛筆に近い神経を持つものもあり、これらでは神経機も利用される。モーダンのシャープペンシル確認される最古のシャープペンシルは、1791年に沈没した HMS パンドラから見つかった。実際の発明はこれより前に遡ると考えられる。1822年、イギリスのジョン・アイザック・ホーキンスとサンプソン・モーダンが、 繰り出し式のシャープペンシルを発明し特許を出願した。サンプソンモーダン社のシャープペンシルは純銀や金によって作られ軸の後端には宝石や軌跡がはめ込まれそこに風楼に印をつけるための家紋やイニシャルを彫り込むことができた。1837年または1838年にアメリカ合衆国のキーランが繰り出し式のシャープペンシルを エヴァー・シャープの名で発売したと言われている。エヴァー・シャープを作ったキーランと呼ばれる著名なアメリカの発明家は後年にもおり、チャールズ・ルード・キーランが1910年代に同盟のブランドでシャープペンシルを発売0.046インケーシンのものを開発している。ユダヤ系クロアチア人のスラボリューブ・ペンカーラは1906年にオートマチックペンシルと名付けた。 シャープペンシルを発明し、1907年には世界初の個体インクの万年筆を発明したことにより、シャープペンシルの父の一人と考えられている。日本では1870年代後半にアメリカ製やドイツ製のシャープペンシルが輸入されるようになり、これを手本としたものが東京の飾り職人らによって手工業で作られ始める。 1900年代初めには機械が導入され、1920年代には軸が樹脂で作られるようになり、外国にも輸出された。早くは1886年に2件の特許が出願され、その後数多くの特許が出願されている。当時使われていた機構は、ドロップ式や押出し式、繰出し式であった。1915年、飾り職人であった早川徳次が、 繰り出し鉛筆の金具を受注したことに始まり、自ら金属製繰り出し式シャープペンシルを発明、早川式繰り出し鉛筆として実用新案を取得した。これ以前の繰り出し鉛筆はセルロイド製であり壊れやすく実用的ではなかったが、早川式繰り出し鉛筆は美しく丈夫な金属軸であり、やがて輸出用にも人気を得た。翌1916年にはさらに細い芯を、 使用可能に改良し、福井商店の福井商二郎の助言により、エバーレディ、シャープペンシルと命名された。早川式繰り出し鉛筆は 1.15mm 系の芯が使用できたほか、1920年登録の実用芯案では、従来根元まで摩耗した斬芯の除去が困難であったのを、道具を使わず容易に取り出せるよう改良した点を、新規制としている。 早川は試作品を含め様々な多機能のものも製作しており、体温計、カレンダー、ハサミ、方位磁石、時計、ライターなどを組み込んだ。早川式繰り出し鉛筆を製造していた早川兄弟商会は1923年の関東大震災で工場を消失し、借金弁済のため筆記具事業を取引先に、譲として解散。早川は、 翌1924年に、早川金属工業研究所を開業して、家電事業へ参入したが、筆記具にちなんだ、シャープの名は、同社のブランド名や社名として使われるようになった。1960年、大日本文具が 0.9mm ケーポリマーシンと、現代的なノック式シャープペンシルを開発、1962年には0 7ルおよび0 5ートル芯が、 1968年には 0.3mm 芯が開発された。これらの技術革新によって漢字筆記に適した細芯や本体の低コスト化が実現し、シャープペンシルの一般化が進んだ。1980年にはゼブラが一本100円の製品を初めて発売した。この一方、万年筆を製造しているメーカーの多くは、 万年筆とセットで同じデザインでボールペン、シャープペンシルを販売しており、低価格と高級品との二極化も進んでいる事実もある。気候やインクの改良により滑らかさが極限まで突き詰められた水晶、油性ボールペンと異なり、ある程度の筆圧をかける必要のあるシャープペンの場合、重量のある高級品を好むユーザーも多い。 分解したところ一般的なシャープペンシルには後端に回心補充口の蓋を兼ねた押す部分があり、これを押すことにより先端より芯が1ト、mm、ル弱程度繰り出される。この蓋を取ると消しゴム、さらに芯を入れるパイプがある。消しゴムは芯タンクの線の役目も兼ねている。芯タンクと連なる内部機構の先端には芯を固定するためのチャックと チャックの開閉タイミングをコントロールするためのチャックリングがあり、外装先端の口金内部には、チャック開放時に芯を止めるためのパッキンがついている。これらがノック動作中に連動することで芯を繰り出すことができる。ノックを押すと内部機構が前進する。チャックに固定された芯も前進する。一定距離まで進むと、チャックリングが外れ、チャックが開放される。芯は、 芯戻り止めで保持される。ノックを離すとバネで内部機構が交代する。一定距離まで戻るとチャックリングがはまり、チャックが閉鎖して芯が固定される。一般的なノックボタンは後端にあり、筆記時には持ち替えて操作するが、持ち替えずに操作できるよう改良したものもある。軸の側面にノックボタンがあるサイドノック式や振ることでノック同様の操作ができる。 振り子式、軸を握り浅く曲げることで、ノック同様の操作ができる中折れ式などがある。軸の後端などにあるノブを回転操作して芯を繰り出す。芯を後部から押し出す構造を持った単動式や芯の固定部を設けて出し入れできる複動式がある。1960年代以前に主流であった方式。ヤードオレットのように伝統を受け継ぐ形でこの機構を、 使い続けている会社もある。この機構の場合、部品の一部を交換すれば、同じペンで太さの異なる芯を使用することが可能である。複動式である、早川式繰り出し鉛筆の内部構造を例にとると、螺旋状のスリットを持つ案内灯と軸方向にスリットを持つ回転灯が組み合わされており、ノブで回転灯を回転させると、 両スリットが重なって見える穴が前後に移動する構造になっている。この穴に芯の固定部の突起がはめられているため芯が前後に繰り出される。ノックボタンで芯を固定するチャックが開放され、手動で芯の露出長さを調整するもの。多くは太都用であり、よく製図に用いられる。芯の先端は、真剣機で形を整えて使用する。 シャープペンシルの芯ウィキメディアコモンズには、シャープペンシルの芯に関するカテゴリーがあります。真の硬さは、鉛筆と同様に、ヨーロッパや日本では、H や B など、北米では、数字で表される。ヨーロッパ式は日本では、日本産業規格で定められており、6バイト、5バイト、4バイト、3バイト、2バイト、B、HB、回、H、2H、3H。 4H、5H、6H、7H、8H、9H に準拠するものであるが、メーカーによっては HB のラインナップを拡充し、B に近いソフト HB、F に近いハード HB といった硬さの商品を発売している。なお、鉛筆の高度幅も実機格上は同等であるが、鉛筆では規格を超えて10バイトから 10H まで一般に市販されている。 直径は、そのシャープペンシル本体にあったものを使用しなければ、ならない。真の直径は実では 0.3mm、0.5mm、0.7mm、0.9mm、2.0mm が定義されており、これらは、製図にも適するコーヒーの等比数列に近く構成されている。その他には 0.2mm、0 4ト、mm、ル。 0.6ミリメートル、0.92ミリメートル、1.1ミリメートル、1.18ミ、mm、リメートル、1.3ミリメートル、1.4ミリメートル等がある。0.1ミ、mm、リメートルは、ペンテルが参考出品をしたことがある。日本では0.5ミ、mm、リメートルが、アメリカでは0.5ミ、mm、リメートルや0.7ミ、mm、リメートルが一般的に使われる。多くの場合、 芯の長さは60ミリメートルであるまた太い芯の場合は90ミリメートル110ミリメートル130ミリメートルなどがあるが粘土芯だと30ミリメートルしか実用化されていない芯の長さは60ミリメートル残芯は15ミリメートルと見積もったとする残芯を除外した場合1ミリメートル出して5メートルかけるとすると 一本でで約メメーートトルルきる。るる。ただし、斬芯も含めるとメートルになる材料を成形して焼く小精神と材料を油成分などで固める希少精神がある。製図用シャープペンシル製図用シャープペンシルは線を精密に引く製図の技能作業に特化している。ISO や JIS では製図用シャープペンシルが規格として定められている。 ガイドパイプが長いのが特徴で、ジスでは最小 3mm とし、外形交差も定められている。これにより、平行定規などに当てやすいため、快適に正確な線を描くことができる。また線引き向けに先端を恥じしなくとも安定するように、先端重心に設計されるほか、ローレット加工のグリップもオーソドックスな特徴とされる。初めて開発したのは、ドイツのロットリング社で、 その後各メーカーが製造に乗り出す。カナダドルを使った製図が普及して、以降は高品質な製品を求める一般消費者向けに販売されるようにもなっている。この他、芯ホルダーも製図用途に使われる。分解されたドクターグリップ中央の金属パイプが振り子振るだけで芯が出てくる機能のついたシャープペンシル。パイロットのドクターグリップや 2020シリーズ、ゼブラのフリシャオートマチック、三菱鉛筆のユニアルファゲルシャカシャカなどがある。内部に重量のある金属パイプが仕込まれており、ペンを振ることによって、これを上下させ金属パイプの反動で繰り出し機構を作動させる。金属パイプの分、そうでない種類より重く、握りが太めのものが多い。芯を出すのに持ち替える必要がないため、 安定したリズムでの筆記が可能。一般のものと比較して価格に大差がないため日本国内では広く普及している。内部の重りは金属の板を巻いた形状のものや針金をコイルスプリング状に巻いたものなどが多い。もともとは比較的高価であったが最近は普及したことにより100円ショップなどでも売られている。軸を握り中ほど浅く折り曲げる動作で ノックが働き、芯が繰り出される。線軸と後軸に分割された構造を持ち、線軸側は芯タンクなどになっており、後軸側はノック棒が当たるすり鉢形状の部品が組み込まれており、ぎ目付近は可動性を持たせてある。折り曲げる動作をすると、ノック棒がすり鉢形状の厚い周辺部に押されて動作する。ボディノックのアイデアは昭和40年代にはすでに、 高知技術となっていた。製品には、ロットリングの900や黒用のミストラル、トンボ鉛筆のオルノなどがある。描きながら芯が出るためノンストップで筆記ができ、使う時にもノックする必要がない。ドイツのファーバーカステルが発売した、アルファマチックによって実現した構造で、日本製では、パイロットのオートマチックペンシル、オートのオートシャープシリーズ、ペンテルのレンズネロ、 パイロットの S30 など様々なモデルが発売されている。ペン先の出し入れを深いノック動作で行い、シンクリ出しを浅いノック動作で行う方式。保管、携帯時のペン先、衣服などの破損や怪我を防ぐ。ペンテルのグラフギア線、ロットリングのラピッド、パイロットのデルフルなどが該当する。ペン先のガイドパイプをスライドして、口金内部に格納できる方式。 ペン先を押し戻しながらノックするなどして格納でき、保管、携帯時のペン先、衣服などの破損や怪我を防ぐほか、筆記面にガイドパイプが触れればスライドするため、芯をほとんど露出させずに筆記でき、芯折れを防ぐ。レックスグリップなどの100円台のシャープペンシルに多く搭載されている。斬新が少なく、資源を有効活用できるシャープペンシル。従来、 芯を固定するチャックとペン先との間には距離があり1 0ト、mm、ル程度まで摩耗した芯は固定できず使用不能な斬芯になる。斬芯を減らす仕組みにはペン先端にチャックを備えたものやチャックとペン先の距離を縮めたり後続芯と密着させるようにしたものなどがある。先端チャック式は原理的に最後の1ト、mm、ルまで使い切れるが その他は 3.5mm や 0.5mm など製品によって高渉残新に違いがある。昭和50年代に発売されたパイロットのトップチャックやその後継モデルであるクラッチポイント、プラチナのゼロ芯などがある。低価格化も進み、2001年にはペンテルの E シャープで100円製品での残心 3.5mm が初めて実現された。 E シャープでは芯を送り出すチャックとペン先のスライダー部分を密着連動させる構造を初めて実用化している。斬新 0.5mm の100円製品も登場している。強い筆圧がかかると芯の固定機構がバネ様にスライドして圧力を和らげ芯折れを防ぐ。メーカーによってはセーフティスライド機構などとも呼ばれる。パイプスライド式と併用し、 クッション動作を芯の露出に利用するものもある。ヘンヘリした芯先クルトガで均等に摩耗した、芯先三菱鉛筆のクルトガが該当。仕組みとしては、芯が紙に当たるたびにシャープメカについたギアが回転し、芯を均等に減らす仕組み。ペン先が回転することにより、字が太らないシャープペンシルを開発したのだった。ヘンヘリなどをなくすことが目的で、 開発した三菱鉛筆は中高生をターゲットとしたと語っている。シャープペンシル後端の消しゴムは従来は小さなものがはめられているだけであるが回転繰り出し式のホルダー消しゴムと同様により大型の消しゴムを内蔵して任意の長さに繰り出せるようにした製品がある。ペンテル、タフ、トンボ鉛筆、モノグラフなど2009年に芯が折れない。 シャープペンシルの第一号として、プラチナ万年筆より、オレンヌが発売された。その後、発売順に、ペンテルのオレンズ、ゼブラのデルガード、パイロットのモーグルエアなどが該当する。マルチ機能ペンシルの内部多機能、ペン、マルチペンとも呼ばれる。国内における先駆けは1977年に発売されたシャーボであり、右へ回すと、シャープペンシル。 左へ回すと、ボールペン。一本で二本分のキャッチコピーでは題となった。その後有用性が認められ、各社から次々と多機能ペンが登場するきっかけとなった。仕組みとしては、ツイスト式、レバー式、振り子式があり、低価格帯製品では製造コストが低く操作も、簡単なレバー式、高級モデルでは、振り子式やツイスト式が主流となっている。 人間工学に基づき開発されたシャープペンシル。太し軸にして持ちやすくしたり、重心バランスを最適化したりグリップを柔らかくしたりして疲れにくいように設計されている。パイロットのドクターグリップやユニ、ユニアルファゲル、ゼブラ、ニュースパイラルシリーズやペンテル、エルゴノミックスなどがある。関節症等を患っている人をはじめ汎用的な 筆記用具として中高生に好まれる傾向がある。木製軸を採用する、シャープペンシルを販売しているメーカーもある。木はプラスチックに比べ加工に多少手間がかかるため、一部を除き中級から高級ラインにしか採用されない。三菱鉛筆のピュアモルトシリーズ、カランダッシュのメットウッド、パイロットコーポレーションのカスタムカイデや S シリーズの S20、S30 などがある。 ペンテル社の P115、グラフ1000、スマッシュ等のシャープペンシルに採用されている特殊なグリップ。2015年のゼブラの調査によれば、約半数の小学生がシャープペンシルを日常使用するが、学校での使用は8.6%に止まる。学校での使用禁止もしばしばあり、その理由としては、筆記具の扱いに慣れていない児童が芯を折ってしまう。 折れた芯が飛ぶと危険とする意見もある。またかつての理由としては、その高さも上げられる。また、シャープペンシルの先端で怪我をする恐れがあるためでもある。鉛筆でも同様のことが言えるが、鉛筆の場合は、鉛筆キャップ等を被せるなどの怪我への対策が可能なため、現在の小学校では、鉛筆キャップ使用を義務付けている小学校もある。また、鉛筆の方が、 筆記具の扱いの習得に良いとする意見もある。上越教育大学書者書道研究室教授のお式、秀樹によれば、鉛筆やチョークといった筆記具では、適切な設置面を得るには、先端形状の変化に応じて軸の回転動作をする必要があるが、その習得には、シャープペンシルより、芯の太い鉛筆の方が意識しやすく適するとされる。ありがとうございます。